本日は大巻慎二メモリアルリバースへお越しいただきありがとうございます。メモリアルリバースは大量のシャボン玉によるアートパフォーマンスです。パフォーマンスが始まる前、一旦照明が暗くなりますので、足元等には十分ご注意いただきますようお願いいたします。パフォーマンスが始まりましたら、向かって左側の階段から上の方まで上がって景色をご覧いただくことも可能です。降りる際には右手のスロープから降りてください。なお、使用しているシャボン液は口に入っても無害なものですが、目に入って染みたりする場合などにはすぐに洗い流してください。水筒の場所はお近くの黄色い T シャツのスタッフにお尋ねください。開催中、写真、動画の撮影はご自由ですが、フラッシュを使っての撮影、また三脚の使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。それでは、このパフォーマンスの作家である大巻慎二さんをご紹介いたします。では大巻さん、お願いいたします。皆さんこんばんは。作家の大巻慎二です。よろしくお願いします。この、昼間も見ていただいた方もいるかと思いますが、このメモリアルリバースという作品は横浜トリエンナーレ2008年、タイムクレパスっていう、タイトル の展覧会の時に、始まった作品です。横浜初 の横浜から始まったパフォーマンスです。久しぶりにアートパフォーマンスとして、こういう場所で、行えるのは本当に光栄だと思っていて、9年ぶり のアートパフォーマンスになりますので、皆さん楽しんでいってください。ちょっと今回昼とはちょっと違うのは、ライトアップをしていろんな色でこの風景が変わっていく、そしてこの風景から皆さんの、いる顔も皆さんのいる場所も全部が変わっていくという作品になってますので、そういった風景を楽しんでいただくように、いろんな高さから皆さんが、この風景を見ていただくようになってますので、ぜひいろんなところから見ていただければいいなと思っております。で、ちょっとお願いなんですけど、今結構前にこう来られてて、後ろの方がほぼあんま見えない状況なので、今一度一歩後ろへ下がっていただいてよろしいでしょうか。できることなら前の方は少し下がってもらうか、座っていただけると後ろの方がすごく見えるので、昼とは違って、光が変わっていくのと、このだんだんのこう色が変わっていくので、すごく、ドラマティックな、こうなんていうのかな、ストーリーが生まれてくると思います。で、昼の場合こう皆さんがこうすごい立ってしまうと、風がこう遮られてしまって、ここに吹いてくるか吹き込んでくる風が、なくなってしまって、あまり上がってこなかったりとかしてたので、夜は今ちょうど凪の時間からこう変わりつつあって、少しずつ海から陸の方へ風が上がってくるような感じで、このビルに当たって少しずつ向こうそちらの方に戻ってくる感じになると思いますので、ぜひゆっくりしゃがんで、もしくは少し離れて見ていただけるといいかなと思います。じゃあそれではこれから始めますけど、一回電気が暗くなりますが、皆さん足元ちょっと気をつけて、ちょっとゆっくり30分ほどのパフォーマンスを楽しんでいってくれればいいなと思います。じゃあよろしくお願いします。
板の上からの眺めもとても綺麗ですので、ぜひ壇上にも上がってみてください。上にお越しいただくには向かって左側の階段から上がってきていただきまして、降りる際には右側のスロープをご使用ください。ベビーカーや車椅子の方につきましては、どうぞスロープからお上がりください。